また久しぶり。今日は結構救ってほしいって言われてるのビリを救いたいと思いますけども、なんで恋ビリをそんなに人気になったかとか全く知らない。だって女の子はほとんど同じものをカバンの中に入れてるんでしょ。で、私が救ったら何が面白いのかなと思ったけど、まあやってほしかったらやってみようか。しかし古いお菓子とか入ってるかもしれないよ。さて始めようか。最初は私のカバン。3ヶ月前くらい原宿に行ったらこのカバンを見つけたけど、欲しいなって言ったら私の友達がお前ガキだなって言ってた。その後恥ずかしくなったから買ってないけど、ネットで見つけました。へへへ。しかも可愛いから子供っぽくてもいいやん。はい、で中身を見せます。最初見せたいものは私の財布。写ってない気がするけど本当に汚れてるよ。私全部持ってるものすぐ汚れちゃうからしょうがないけど、さて中身よ。いらないビジネスカードとか本当に多いよな。例えば普通に道に歩いてて、そしたら誰かがなんとかなんとかさんですけども、でビジネスカード渡されて、もういらない、いらない、ビジネスカード欲しくない、すいません。次見せたいものは鍵。すごい大事なもので、このキーチェーンはね、私の親友が私にあげたからすごい大事にしてる。まあそれぐらいしかないね。次は私の携帯。みんなよく聞いてるけど、このケースどこで買ったっけ。確かにネットだったけど店の名前覚えてないね。しかもそんなに高くなかった、多分6000ぐらい。まあ確かに目立つよなこれは。実は買った時にこのキャラの名前知んなかった。で写真で写ってたらみんなが、ああそのアニメが好きなんだって。いやー私はそんなに詳しくないですけど、可愛いと思ってたから買っただけですよ。悪いやつじゃねえか。はい、私の携帯。化粧、次は化粧とか鏡とパウダーで、私確かにキャンディドールのコンパクト持ってたけどどこに行ったっけ。まあそのために鏡を必要です。これはただのパウダーだから。あとこれ2つ作ってるんだけど、キレキレなやつとキレキレじゃないやつで、私はキレキレじゃないやつを使ってます。ほい、次はハンドクリーム。なぜかっていうと、まあ冬の時にダコタの手がバーバーみたいな手になっちゃうからさ、これを使えないといけないんだ。で、これを使ったら全部大丈夫になるんだ。はい、変態みたいにハフハフしてる。次は私が一番使ってるもの、トニモリンのリップグロスとキャンディゾールのカルステイリップ。こっちの色はね、多分もうよくわかってると思うけど、薄いベージュと強いなピンクで、こっちは本当に落ちにくいけど、色をもっと強くするためにいつも持っていく。キューマイメルになってる櫛、絶対必要だ。髪がねボロボロになっちゃうからさ、しかも風が強い日は一番最悪じゃん。鏡もついてるけどちょっとちっちゃいし目悪いんだ私。次はウサギになってるパフュームで、これはシュシュしてるやつじゃなくてスティックになってる。私本当にシュシュしてるやつあんまり好きじゃないんだ、匂いが強すぎて。でもこれは首とかにつけれるからそんなに強くないんだ。そしてこれもウサギになってるけど顔にこうやってシュッシュする、ドライになってる時
で、冬じゃなかったら持っていかないけど、冬だし、冬はね、タコちゃんはやばいですよ。それだけだったのか、それだけだと思います。そう、さて、楽しかったけどここで終わりです。次のビデオに楽しみにしてください。バイバイ。